戻る場所わかんねえし、あ、こっちか。あれかな、あんまりガタ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 やってるからかな。こうやって。扉をこうやって蹴っ飛ばすと怒られるのかな。いいや、とりあえず、あれ、ここじゃねえや。あの、ダイヤルがあった場所、どこだっけ。あ、出た。ダメだ。一応戦ってみようか。絶対見ないと思うけど。目の前には来ないんだ。ダメだ、当たらねえ。じゃあこういう時にどうするかなんだよね。あ、間違えてた。死ぬかな。あ、まだ死ななかった。一応こうぐるぐる回ってみて、あ、消えた。なるほど、大丈夫そうですね。何かあったら、まあ、隠れる、もしくはもうぐるぐる回ってやり過ご、あ、危ない、やり過ごせるようなので、あ、あ、死ぬ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 。よし、ドーピング完了。開く？あ、開けられない。こういう時にルビック来るとまずいけど、まあ大丈夫かな。オッケー、ありがとう。もう何もないかな。そこの鏡はさすがに無理か。一応脳みそ、あ、13万じゃない、13,000点。結構上がってきたよね。ああ、全然見えない。敵いる？ちょっとこういう知らない、なんだ、なんかすごい方向が。おっと、どうする？何を撃つ？何を撃てばいい？ああ、上の、あれちょっと難しくね。クリティカルとか命中率上げてないんだけど、撃てばなんとかなるようになってんのかな。ほい、じゃあここまで来てますけど、どうしましょうかね。トラップがないですよね。やっぱり一旦引っかからないといけないのかな。ダメなんだ、やっぱ引っかからないといけないんだね。で、多分あの赤いの置いてもいいんでしょ。あ、ああ、あ、弾が減ってない。そうだよね、弾ゼロはずだったら無理だもんね。そういうのもあるのかな。てかこれライト、いや、消さない方が良かったよね。危なかった、わざわざね、ライト消すようなことはしない方がいい。で、また、ね、相変わらずのハイドイン、可能場所と鏡。入れない鏡は割っちゃった方がいいかな。お、ゾウだ。はい、ありがとうございます。で、このゲームはそろそろなんかアイテムを通ると、なんか敵が出る感じになってきましたよね。第一、第2ハイドインポイントと、結構アイテムが、あ、空っぽか。アイテムが潤沢になってきましたね。こういう場所はさすがに出ないのかな。なんかルビックがさ、こうやって動いてても面白いけどね。またか。あ、これね。あ、これさっさとやっちゃった方がいいよね。ここでルビック出たらもう即死だもんね、俺。はい、お願いします。被験者番号12、実験番号 71B、 電極 1A の2。感情と記憶を司る扁桃体、恐怖を感じるこの領域に刺激を与える。やめてくれ、頼む、寄せ、やめろ、やめろ。被験者
者は私と感覚を共有。だがこの容器ではその心理的負荷に耐えられない。なるほど。ルービックと意識を共有させたいんだね。世の中の人と意識をなんか共有して、たくさんの知識を得て世界征服みたいな感じかと思ったら、そうじゃなかったんだね。ちょっと待ってね。恐怖っつったからフィアだよね。A の2番は、脳みそのちょっと外側。この辺かな？もうちょっと下かな？あんまり下すぎても良くないから、多分この辺だな。あ、ごめん。よし。やったかな？よしよしよし。でもこれさ、例えば、まあ、フィアはいつかの、やっぱ中学生くらいの英語かな。俺は分かったからいいけどさ、分からない人ってまずいんじゃないの？怖え。父さん、あなたの死に顔にどれだけ満足してるか、父さんは思ってたんだろう。閉じ込めておけば僕の存在を消せると。僕が見えなければ僕はいない、そう思っただろう。だけど僕は消えはしない。戻ってきたよ父さん。どういうことなんだ。あ、これちょっと、あ、ごめん、これパパさんとママさんか、ルビックので、娘さんじゃねえや、あれはお姉さんかな、長女の人、ラウラだっけ。あの人はいないのか。じゃ、これもみんなルビックの、えっ、これはまずい。こうなった時に、ああ、こうなった時に俺どうすんのこれ。とりあえず蹴っ飛ばして、まあ、ダッシュ使いながら。こっち？これ行き止まりじゃん。これバレるんじゃね？ああ、変な、これ死にパターンが見れるから。ああ、やだな。あ、死ぬかな。ガチャって開けてさ、バタって、ああ、やだな。さっきとはね、扉、ああ、その扉を、あ、トイレだ。トイレがちゃんとしてるゲームはいいゲーム。あれ、こんなとこあったっけ。あ、ないね。あ、地図だ、地図の断片16。これ相当難しいよね。何、あ、瓶か。瓶なあ、頼りになんねんだよなあ、あんまり。もうとっととさ、これランニングして戻った方がいいよね。まあ、肝心な時にね、走れなかったら困るんだけど。で、ここは開かないんだっけ？ここのダイヤルと、別のダイヤルはもう見たから、はい。最後の一つは。え、どこ？え、最後の一つはどこだ？いいや、一旦またセーブしちゃいますね。ほい。で、ステータスアップはね、もう置いといて、全然してないんだけど。ネジ回すとこ、あ、ここじゃないな。開けて開けて。あ、そういう開け方になっちゃうのか。ネジはどこだったっけ？ネジっていうか、ダイヤルがあった部屋は。ここだったっけ？あ、ここじゃないな。どこだ？なんか最初の方の部屋にあった気がするんだけど、これ、あ、これは飛び越すことはできないのか。ちょっと早くしないと、またルビックがね、出てきちゃうんで、なるべく早く。ね、早くに済ませたいんだわ。こっちだったかな。あ、あった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 、これだ。あー、ごめん。
で、上が11。あ、ちょっと待ってよ。これ11って何？あ、こっちか。上が11で、下が2ですね。多分。よかった。俺死ぬかと思った、今。開くのかよ。うわぁ、ちょっとこれ、開かないか。じゃあ、どんどん行こう。お、やった。とっとっていこう。お、難しそう。うわ、怖いな。被験者番号14、実験番号88C、クライミング3回目。電極 1C の4、体上界を刺激する。うん。希望の領域だ。希望を与えることで被験者への支配力は高まる。だがそれだけでは十分ではない。どこだ？難しくなってきたな。結構下まで行くんだね。喉元まで行くんだ。どこかな。こう右側にあるのはトイレットペーパーかな。希望、ホープですね。C4 は、もうすでに刺さってるところと照らし合わせればいいのかな。一つ、二つ。ん？どこだ？これもう刺さってんじゃないの？もう一回。被験者番号14、実験番号 88C、プライミング3回目。電極 1C の4、体上界を刺激する。希望の領域だ。希望を与えることで被験者への支配力は高まる。だがそれだけでは十分ではない。ほんのちょっとね、パズル要素が出てくるだけですごく難しくなっちゃう。鼻がそこにあって、目がそこにあって、だからこの辺かな。あ、痛い。俺が痛い目を見た。違うのか。でも待って、1、2、3本でしょ。これもう全部入って、あ、違うわ。ここじゃないの？どこだ。1、2、3本入ってて、オーダーっていうところが、これ一番右でしょ？で、一番手前にあるのが、何これ？パーセバーランス。わからん。で、29がトラスト。トラストってのは信頼だったかな？下、あ、それ関係ないか。上にあるよくわからない場所に刺さってんだよね。ここに、この一番上のが刺さってて、ということは、ここの、下、この辺だと思うんだけど、違うんだ。どこ？ここまで行くと、ねえ、これ一番下とか、その緑色の上になっちゃうから、もう一回。被験者番号14、実験番号 88C、 プライミング3回目。電極 1C の4、体上界を刺激する。希望の領域だ。希望を与えることで被験者への支配力は高まる。だがそれだけでは十分ではない。
なんか十分じゃないってことに何か意味があるの？特にヒントもなさそう。まあ、ヒントなさそうっていうか、これ自体がヒントなんだろうけど。あ、もう言わなくてもいいんだけど。じゃあ、まあ、これちょっと適当に刺していくしかねえな。あ。ちょっともう一回、あ、見れないか。ああ、ありがとう。結局、なんなの？俺が今刺したところって、ホープじゃなくて、このトラストっていう場所だったのかな？その結局、希望に向かってぶっ刺すだけでは十分ではない。から、今年はああ、びっくりし君の家族から病院に寄付が来ていないようだ。なぜ寄付する？寄付に値することを病院がしたのか。ビクトリアの家は病院にとって貴重な寄付者だったんだが、ご両親は？もういない。いつ戻るんだね。まだ何か言いたいことがあるのか。君に伝えに来た。もう病院から君に支援することはできないと。素材の提供もだよ。君の研究ももう終わりだよ。よくもこの僕を脅迫できたな。ああ、寄付。そうか、自分でご両親を殺しちゃったから、協力者ってか、お金がなくなっちゃったのか。仮に時間を無駄にしたことがあるとしたら、皆様へのちょっとね、例のご来院が続いてますね。ことについての時間を使わせてしまったことぐらいじゃないかな。セーブのところはね、ちゃんとカットしてるし。さて、どう10万点行きたがるな。1万4000点入ってるんだけど、どうしよっか。何にしても足りないか。まあ、あげるんだったらショットガンかな。体力は、もう無理そうだな。スタミナは、なんだかんだで今ね、逃げ惑えたから、多分大丈夫でしょう。近接もね、ここまで来ると強そうだけどね、240%まで行くと。回復量、もう全然ダメですね。じゃ最後はショットガンかな。あと、1700ポイント。まあ、なんか、勝手に俺さ、終盤感を出してるけど、まだまだなのかな。じゃあ、一旦今回区切って、次回、血液が入った最後の扉なのかな？一旦、入ってみようと思いますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。